いものあげ、どうも、アキレー、せーの、シャシャー。さあ、本日はですね、マッチングした名前の食材しか食えない企画、イエーイ、イン、初代スラテー。やばい、初代でもついにやることになった。まあ、ルールを説明しますと、マッチングした名前の食材しか今日食えません。で、ただいまの時刻8時56分、9時から開始なんですけれども、スプラトゥーンって7人とマッチングする中で、その7人の中で、食材、料理名、店の名前、はい、こちらとマッチングしたら食べれます。ただただマッチングしただけじゃ食べれません。倒したら1人前ゲット、逆にやられたらマイナス1人前。収穫じゃないですけど、いっぱいキルすれば食材もたくさんゲットできると。店名とマッチングした場合は、例えばだけどマックだったらハンバーガーとかポテトとか、もうね、その店といえばこれですよねみたいなやつが1人前ゲットできます。もうどんな感じの名前だろうと、なんかもうつながってれば、あの、もうゲットです。例えばアッキーラーメンマって名前の人がいたとしたら、ラーメンとメンマゲットできるみたいな。もうどうにかしてでも、あの、食材はゲットします。制限時間は9時から10時まで1時間です。あと2分後ですね。では9時になったのでやっていきたいと思います。さあ、記念すべき1試合目、マッチングする、押してる、プリン、プリンゲット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 ね。出だし好調、軟骨、いやでもね、軟骨って違うと思うんだよね。軟骨の唐揚げって、でも軟骨、いや軟骨ってどう、ちょっとね、審議入るわ。軟骨ちょっとどうなのかなと思うけど、居酒屋で軟骨くださいって言ったら軟骨の唐揚げだとみんな思うよね。ちょっと軟骨取り行くわ。もうちょっとでもなんとか。で、プリンちょうだい。あー、くれ、プリンだけで、プリン、ありがとうプリン。オッケーオッケー、プリン食えるぞ。もうね、死なないわ、糖分取れるから。オッケーオッケーオッケー。あのね、一番怖いのが何も食えないことないよ。一応口に何かを運ぶことができた。あ、軟骨いるな。ちょ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 、軟骨だ、軟骨って言ったと見つかってるんですよね。で、1枚ある。軟骨どこ、軟骨欲しいよ。あ、帰っちゃった軟骨。マジか。じゃ、ここにイモリです。軟骨絶対ゲットするマン。あ、軟骨来た、軟骨来た、軟骨ゲット。あ、もう最悪なんだけど、今軟骨さ、今泳いでこっち来てたじゃん。停止線でもあったの、あそこに。いや、もう時間がなさすぎるな。やば、もう軟骨どこ、軟骨どこ、軟骨どこ、軟骨くれ、軟骨、マジか、軟骨もらえねえじゃん。軟骨ください、軟骨くださいよ、軟骨出てきて、軟骨、軟骨。まあ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 、プリンゲットです。いやー、まあでもプリンゲットしたから、まあとりあえず安心。いやでもプリン一つじゃ足んねえけど、まあまあとりあえずね、一旦1試合目にしては、まあ波乗ってきてるよね。オッケー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 。さあ2試合目、お餅、とりかつ、あー、とりかつ、とりかつはやばくない、これ絶対ゲットしたい。餅はあんま好きじゃないんだよな、でも。あー、餅味方だね、とりかつ的いった、よっしゃー。鶏のカツはチキンカツってことでしょ。あ、お餅もらったわ、お餅もらった。まあお餅はまあいらんけど、まあ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 、あ、取り勝つ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 、終わった、最悪、あ、もう最悪やば、取り勝つにしか見えなかった俺。いかに見えないもん、この敵。もう鳥の勝つが打ってきてるように見えて、もう何も考えずに脳一つしちゃった。あれ取り勝つだな。うーわ、マジか、今の俺のキルやろ。なんだもうさっきから。俺ね、いいこと考えちゃった。スプラトゥーン1のこの企画の良さって無敵があることじゃないですか。ダイオウイカで鳥カツの方に行って、もうとにかく、あの、もう鳥カツくださいみたいな感じでもう行くしかない。あ、やば、あ、鳥カツ鳥カツ、あ、終わった、もう、え、待って、チャージャーに抜かれた、あぶねー、やばい、時間がない時間がない。来た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 、この吸盤絶対鳥カツ。もう最悪、もうやりきれんかったー、もう終わったわー。あー、もう終わったー。いやマジかー、ちょっとプライムの場合ちょっとマジで勝てんかった。さあ3試合目、もしかしたらトリカスとまた当たる。タンドリーチキン、トリカス、トリカス、タンドリーチキンもいるんだけど、え、トリめっちゃゲットできるじゃん。あ、トリカス味方に来た、これ、待って待って、これちょっとさっきの試合負けちゃったけど、
ここで鳥カツゲット、ここで鳥カツゲット、ナイス連打ナイス連打、鳥カツ鳥カツ、あ、やべ、なんかおっしゃった、鳥カツ鳥カツ、もうこういうね慣れ合う感じで、あー無理だ、ダメだ、活躍するしかない。タンドリチキンくん、こんにちは。違うか、タンドリチキンくんはあと他にどこにいるんですか。鳥カツ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 、終わった、こっちで行くでしょ、こっちに行くでしょ。あー違うな、ってなるとあいつか、ゴーニーガロンがタンドリか、こいつか、それか、あー違う、ゴーニーガロンちょっと怪しくなってきたな、あのブラスター違うでしょ、まあ一応カバー入れて、あでも下に降りたね今、あー何、あ終わった終わった、うわもう最悪、ゴーニーガロンね、オッケーオッケー、ちょっとねタンドリーチキンはゲットしたい。あのそもそもタンドリーチキンって何、はい今出てます、あの画面にタンドリーチキンって何なのか、タンドリーチキン、タンドリーチキン、うわー、そのコンボどっち、あぶねー、青いっちか、たまごっちのキャラか、タンドリーチキンマジどこ、タンドリーチキンマジどこ、タンドリー、ちゃんとね畑も耕しといて、タンドリーチキンどこ、ちゃんま倒しないで、ゴーニーガロンでこ、ゴーニーガロンでこ、ゴーニーガロンでこ、あいつでもない、あ違うな、ゴーニーガロンでこ、ゴーニーガロンでこ、ゴーニーガロンでこね、ゴーニーガロンでこ、マジで終わった、もう最悪、もう終わった、もうトリカツはナイスくれなかったし、タンドリーチキンは全然倒せなかったし、いやマジかー、ゲットならずですね。でもトリカツと2連続で当たってるから、これまた同じマッチに入れれば、あ終わった終わった、いやでもまだ諦めてた、下4個にいいやつが来るかもしれない、あ、なんかついんじゃんやった、いやあのタンドリチキンと鶏カツの後だとちょっと軟骨がね、いや肉からの骨かよみたいになっちゃってるっていう、うん、まあでもちょっと軟骨があったらいっぱい噛むじゃん多分、コリコリだから、なんか腹の満たしにはなりそう、食事の時間が、なんか食事の時間が長くなったみたいな感じで腹に溜まりそうだから、ちょっとここちゃんと集中してゲットしに行かないとなと思って、いや終わった、軟骨くん、あーもう最悪だよ軟骨強いよ、もうすいません、ロアやめます。でスプラトゥーン1はね防御ギアがあるんですよ、ちょっとねやっぱ死んじゃうわ、どうしてもちょっと防御ギアをなんとかちょっと積んで、若葉シューターとかなんかね、バリア系がいいな、防御積んでバリアなんてどう、ちょっと初戦に戻るわ、9時20分残り時間40分きた、取り勝つ、よし取り勝つ、ちょっとマジで3度目の正直、取り勝つはガチで手に入れた、さあ3度目の正直、この試合はガチで集中します、ちょっと取り勝つゲットしに行きたい、オッケーで切った、あぶねー、よし絶対手に入れる、正直射程では勝てない、でもこっちには無敵というバリアがある、無敵というバリアがあるから、あとねボムもあるんですよね、あこれ落ちてくる絶対、あナイス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 、このねボムとかうまく使って投げて投げてバリア溜めながらまぐれでも、あー来るね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 、いやいやいや俺落ち着いてるから言うけど、ちょっと思い出してきたもんスプラトゥーン1の感じ、これカバー入れるけど、ごめんここで一回入っちゃうわ、あーだよね、オッケーオッケーオッケー、ちょっと待ってこのままトリカツを探す旅に行きたい、え待ってどっちどっち、危ねえ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 、待ってね、チキンカツ食えたら幸せ、あいたいたいた、ああいうところにボムをさりげなく転がすんよ、そうするとね、きたー、ラスト15秒ノータイム、正直もう鳥カツとつるの怖えんだよな、鳥カツとつるは怖い、まあ、別にこいつ関係ないからまあいいや、ちょっと待ってね、鳥カツいない、2人前ゲット、ちょっいけるよ、あっあっあっ、危ねえ危ねえ、鳥カツ1人前ゲットでーす、イエーイ、やったやったチキンカツやった、はあはあはあ、まあ1人前になっちゃったけど、まあチキンカツはでかい、え、なんか、チキンカツゲット、すいません俺犯罪者になってもいいっすか、プラスピナーコラボっていう武器があるんだけど、ポイズンとバリアないよ、スプラトゥーン1のこれはもう犯罪でした、ちょっと見ればわかるわ、あ、お餅108円、え108円ゲットじゃねこれ、食材じゃないけどさ、ちょ108円ゲットにしていい、108円好きなもの買えるみたいな、ダメ、えワンチャンよくない、ボルドマーカーね、108円、え108円よくない、ダメ、108円、ほら見た、あのポイズやばいでしょ、
犯罪なんよこの武器。見ててこいつやばいやばい。あれほら全然動けてない。ほらほらほらやばいでしょこの武器これしかもバリアなのよ。ちょっとあまりに強すぎる武器なんだけど、これちょっとさ108円狙いたいな。あいた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 、来た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 。こういう、あ終わった、最悪。まあ別、あー煙突積んでんのかな。でもまあ別に帰らす、帰ったな、くそー。よしバリア溜まった、108円に突りまーす。バレちゃってるな。あいた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 、そこダメか。はい、やばいやばいやばい、うわー108円だー、うわー俺の108円だー。残り1分か。ちょっと108円はゲットしたいな。ちょっと最後ポイズンバリアでマジで108円だけ持ってく。来た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 、おい108円ありがとうございます。108円ありがとう。108円、ないかおから。ではガチマッチやっていきたいと思います。なんかレギュラーマッチだけだとねあれだと思うんで、ちょうど30分が経過しました。ガチマッチやっていきたいと思います。あーすごい、なんかよくわかんない名前の人とかだな。いやーガチマッチはちょっといなかったか。うわーマジで同じ人としかマッチングしないな、これ。ちょっとガチマッチついな。いやマジで、え同じじゃんほぼ、名無しの人が誰かに変わっただけよ。マジか、ちょっとガチマちょっときついなこれ。10分も使っちゃってるよ。懐かしい懐かしい、カメラ美術館懐かしい、懐かしい。こっから勝つ、勝てる勝てる勝てる、ワンチャンある、ワンチャンある、ワンチャンある、ある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 。高台に飛んでるか、ダイオイカ持ってるんだけど、ダイオイカ持ってる、絶対抜かれないように、オッケー。ここでいやー、あー誰もいない。あマカロン、マカロン、カイ、カイとマカロン。さあやってまいりました、マカロンとカイがあったんで、ちょっとカイの方は絶対に手に入れたい。どっちも敵だね。よし、カーボンか、全然いないの敵。あやば、あやばい、あマカロン、カイカイカイだけやめて。よしカイゲット、カイゲットでー。カイそこにいるくね、いるな、お前じゃないけどな。あやば、あ、あやばやば、はっはっはっ、カイが、俺のカイが、カイる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 、それ大丈夫、カイる、よしカイゲット。あー試合負けだけどカイ1人前ゲットでーす。イエーイ。さあ何がいる、あー何もいない。まあでもちょっとゴーニーガードに久々に使えるからちょっとワクワクしてるみたいなとこあるな。普通に強いよこの武器、ほらこの武器クソ強いよね。え、なに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 、君こんにちはじゃん、びっくりした、やばやばやばい、あっはっ、おめえ絶対許さねえかんな、お前降りろや。あやったわ絶対許さねえ、俺のことばっか狙いやがって。あ違うな、いるなそこに。おより、別にゲットできないのに。あと一発、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 大丈夫これ落ち着いてね、落ち着いてシールド使えば絶対勝てる。本当にごめんなさい、あやばやば、強えなやっぱこの武器。お前そこばっかにいてな、下ろしてやるよ、ちゃんと出てきなさい本当に。こんにちは、危ない危ない、すごいすごい、ベルトコンベアでボム来るから。こんにちは、強すぎこの武器、まだ一回も死んでねえんだけど俺。待ったって、この武器が強すぎる、シンプルに、あー強すぎる、トントンと降りてくるでしょベルトコンベア君ね。最強すぎる最強すぎる最強すぎる。おー、さあ記念すべきラスト試合、いや今んとこないかないな、108円がここできた。いや108円めちゃくちゃでかいかんね、ちなみにキノコ、キノコ、キノコと餅だ、餅はもうさっきゲットしたんだけど、卵最後にして、しかもキノコランク3じゃん、狙い時ですね。さあラストの試合にして、ちょっとめちゃくちゃいいものいっぱい来たんでゲットしていきたいと思います。卵はめっちゃ嬉しい、108円味方だ、108円もらえねえかな、
商店ナイスレンドするわ。108円ちょうだい。ナイス押してくれた。108円ゲット。で、キノコと卵か。絶対に必要なものなんだよな。やば。もまみでよかった。やばやば、お前絶対許さないからな。オッケー、キノコゲット。おぶねー。あのチャージャー卵だな多分。あぶね、チャージャー一回も倒されてないし、倒してないから。ちょっとあのチャージャー怪しいんじゃないの。チャージャーやりいくか。よっしゃ、卵ゲット。最後に運でちょっと、おら、あ、やば、終わった。何にやられた。あー、よかったよかったよかった。最悪、最後死んじゃったけど。負けたけど、キノコと卵108円ゲットです。イエーイ。はい、ということでゲットしたもの、お餅、プリン、鶏カツ、108円 ×2 回、卵でした。さあ、なんだろう、メイン食材というものはもうチキンカツとかお餅ぐらいしかないのかな。まあちょっとなんかこれで料理ができたらなと思います。はい、ということでスーパーに行ってきます。はい、ということで買い出し終わりました。今から料理をしていきたいと思います。これ可愛いでしょ、唐揚げ T シャツ。ちなみになんですけど、調味料は OK なので、ここのね、はい、この中は全部無料で使えます。いや、いいね。1品目、貝をゲットしたということで、じゃん、しじみの味噌汁を作っていきたいと思います。ちなみになんですけど、今日昼寝しちゃってて、もうめちゃくちゃ腹減ってます。作業した後に5時間昼寝しちゃって、もうただいまの時刻10時とか、やばいでしょ。今日何も食ってない、マジで腹減った。よいしょ、沸騰してきたんで昆布ちゃん取ります。あっちゃー、うら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 、あちょ、わちょ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 、料亭の味、味見してみます。あー、うますぎる。やべえ。さあ、108円何に使おうかなってめちゃくちゃ迷ったんですけど、ペペロンチーノ作っていきたいと思います。ペペロンチーノめちゃくちゃ甘いのに、なんであんな安いん、おかしいよ。沸騰待ってる間にベーコンとニンニク、ベーコンがこの一つだけ67円で、ニンニクは11円分使います。さあ、沸騰してきたんでパスタ茹でたいと思います。こちらパスタ、5分の1ぐらいかな、30円分入れたいと思います。こんくらいかな、こんくらい入れていきたいと思います。ニンニクの香りをつけて、いい感じになったらもうベーコン入れちゃいましょう。もういいかな、よいしょ。さあ、これをこっちに入れます。よいしょ。はい、ということで皆さん見て、やばないこれ。まずペペロンチーノからいただきます。え、めちゃくちゃうまいんだけど、これが108円。次はチキンカツ卵のせ食べたいと思います。鶏カツか、マッチングした名前で言うと。いただきます。からしつけてと。いただきます。やばいわ、うまくいる。で、ここでこのしじみ汁飲んだらもうやばいですよ。いただきます。あぶねー。でね、皆さん、これ108円なわけじゃないですか。あれ、あとの108円どこ行ったのって思う人いると思うんですよ。皆さん、俺はこれに使いました。じゃーん、酒。この音聞いてよ、いくよ。うー、バイバイ。ちょっとね、映画でも見ながら食べたいんで、食べ終わるとこまで。じゃあな。もう腹きつい、もう食えない。はぁ、これね、お腹出てんのに小食ないよ別に。ごちそうさまでした。残った分は寝る前にでも食べたいと思います。いやー、初代でもね、たくさん美味しいもの食べれたということで、いやー、最高でした。さすがに1週間やってとはみんな言わないよね。うん、言わないね。